皆様こんにちは大紀元ニュースですアメリカ国防総省が9月1日に発表した中国共産党の軍事力に関する2020年報告書によると中国軍は最新の民用技術を軍事に利用する軍民融合政策により現代化を早めています。他方外国企業からの強制的な技術移転を利用して欧米の先進技術を入手しています。 報告書は中国共産党が今も外国の機器や技術知識の輸入に頼っており技術力の差を埋めていることを説明していますさらに軍民融合によりどのようなことが起きているのかまたどの中国の民間企業が党の軍事力の構築を支えているのかに重点が置かれています中国共産党は2019年 年間国防費予算6.2%増の1,740億ドル国内総生産の約1.3%に増額すると発表しアメリカに次ぐ世界第2位の国国防費支出国となりましたしかしアメリカ国防総省の報告は中国共産党が発表した軍事予算には研究開発や外国の武器調達などいくつかの主要な支出項目が書かれていないことを強調しました。 実際の軍事関連支出は2000億ドルを超えている可能性が高く、公式発表を大きく上回っています。共産党政府の財政は不透明です。中国当局は、研究開発の分野に関して軍事技術の研究開発部門を再編し、軍民統合の発展に重点を置きました。2017年、中国共産党中央委員会の下部組織として、 民統合発展中国共産党国家科学基金会中国科学院科学技術部は科学技術の意思決定と財的支援を行う主要機関であり中国全土の基礎研究と応用研究科学技術革新科学技術のハイテク統合を推進しています。 報告書によると中国共産党はターボファン技術やガスタービンを含む航空機エンジン量子通信革新的な電子機器とソフトウェア自動化とロボット工学などの分野に焦点を当て兵器の研究開発のために防衛産業部門を大幅に再編しました。他にも超音速兵器電磁デール砲指向性エネルギー兵器 対宇宙能力など多くの先進的な軍事能力を追求しています防衛産業部門の研究には軍事に応用できるナノテクノロジー神経科学、人工知能 AI、新宇宙探査も含まれていますさらには核融合や超音速兵器技術の応用多機能衛星の運用拡大などの研究も進めています 報告書では中国共産党は AI が将来の軍事力や産業力に決定的な影響を与えると考えていることを強調しています中国共産党は特定の軍民療養技術を重点的に発展させるため一部の民間企業を AI チャンピオンに指定しました AI のグローバルリーダーになるよう政府が支えています報告書はインターネット企業の バイドゥ、アリババテンセント通信機器メーカーのファーウェイ ZTE を筆頭とする中国の民間企業が顔認証や 5G などの新興技術を進化させるためにイノベーションセンターの設立や新興技術に公的な資金提供をするなどして次世代ネットワークの構築を支えたと指摘します。 2017年に中国共産党はバイドゥ、アリババ、テンセント、アイフライテックを国の正式な AI チャンピオン企業に選出しました。2018年にはセンスタイムが加わりました。2019年にはさらにファーウェイ・ハイクビジョン・メグビー・イ e g トゥーなど10企業が指定されました。 2017年11月、イエトゥー技術はアメリカ政府主催の顔認識技術のコンペティションで優勝しました。中国はビデオ監視技術の世界最大市場となっています。2017年に制定された中国国家情報法によれば、中国企業は民間国営問わず、中国共産党の国家情報活動を支援・協力することが求められています。 海外にに設置された支社もこれたも、こ従う必要があります。中国共産党は多額の補助金を手こにして民間企業や学術機関に小政府及び軍と協力させ先端技術の開発を進めてきましたさらに特定分野の技術は今もなお外国技術に依存していますが海外企業から不当な方法で中国へ技術を移転させ技術力の差が縮まりつつあります 2019年9月、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、アメリカの当局者の話と新しい報告書を引用して、共産党が軍事力を強化するために民間企業を利用して外国の技術を獲得するケースが増えていると報じました。同紙によると、中国共産党は技術進歩を促進するため、民間企業が国防関連の契約に入札するよう推しています。 これまでの長い間、国防関連の事業は一握りの国有企業や研究機関に占有されていましたアメリカ商務省は4月28日、アメリカの半導体製造装置などの先端技術が中国で軍事転用されるのを防ぐため中国に対する技術輸出規制を強化しました商務省は8月17日、ファーウェイへの輸出管理を強化し 21カ国にあるファーウェイの関連会社38社を金融対象のエンティティリストに追加したと発表しました国防総省は6月20日中国軍と協力する企業20社を指定し制裁リストに追加しました多くは航空技術、通信、原子力発電、海運などに関係する企業ですまたファーウェイやハイクビジョンのほか中国移動、中国電信、 中国航空工業コンスなども含まれていました8月28日国防総省はさらに中国中華集団や中国交通建設など11社を同リストに追加しました国防総省は発表で中国の軍民融合戦略について企業や大学などが取得開発した先端技術やノウハウを中国軍が入手できるようにするものだ 今回の認定が対抗措置であることを明らかにしました。